それでは時間ですので始めたいと思います。本日は私は司会役 の、 共同通信の杉田ですけども、日本記者クラブの企画員です。よろしくお願いします。トランプ政権1年の評価ですね、ということで、トランプ就任後1年の評価 分析と評価ということで、津田塾大学の教授の西川守先生にお願いいたしました。西川先生は、皆さんもご案内かと思いますけど、慶応大学で今東大にいらっしゃる久保文明文明先生のお弟子さんということで、アメリカ研究を始められて、それから日本国際問題研究所に移られて、その後現在は津田塾大学で教授をしていらっしゃると。2016年の夏にですね、中高新書で中央公論の新書で、ビル・クリントンというですね、立派な本をお書きになられています。本日は西川先生からこのパワーポイントを用意していただいてますので、このパワーポイントをもとに約1時間ぐらいですね、お話しいただいて、その後質疑応答に移りたいと思います。それでは西川先生、よろしくお願いいたします。どうも皆様こんにちは。津田塾大学の西川と申します。本日はよろしくお願いいたします。お手元にこれは1時間で終わるのだろうかというぐらいの枚数の資料があるかと思いますけども、なるべく1時間で終わらせようと思いますので、どうぞよろしくお付き合いを、お願いいたします。本日の話ですが、3つの、柱からなっております。1つ目がトランプ政権の、統治の俯瞰的な特徴とでも言うべきものであって、もう1つがですね、治跡ですね、政治的な実績の展望と分析にあたるものがもう1つで、3本目の柱がいわゆるトランプ、政権下でのアメリカ社会の現状の分析ですね、いわゆる分断社会とトランプ政権というようなタイトルで、3つ包括的にやっていきたいと思っております。包括的にやろうとするとどうしてもちょっとこう分量が重んでしまうので、なるべくダイジェストで、やっていきたいと思っております。まず、トランプ政権の統治の特徴というところから進めさせていただきたいと思いますが、この、表を見ていただくと分かるんですけども、トランプ政権にはですね、統治を俯瞰するとこのような3つの特徴があるというふうに私は見ております。1つは選挙化する統治という問題が1つ、もう1つが、大統領政治のいわゆる部分利益化というべき特徴がもう1つで、もう1つがやっぱり統治の手法としての大統領令の、乱用というふうに言ってもいいと思いますが、そのような特徴があると。でそれを促しているそもそもの大元の要因というのがですね、いくつかありまして、注目するときはまずここですね、イデオロギー的分極化と言われるもので、これよく聞くものですが、民主党がよりリベラルに、共和党がより保守的になっていて、で両党でのイデオロギー的凝集性が強まっていて、両党のイデオロギー的立ち位置が隔たっていると。で両党のイデオロギー的立ち位置というのは隔たれば隔たるほど、両党というのはいわゆる交渉とか妥協の余地がなくなっていき、で中道派消えていくということで、党派対立の激化とですね、で中道の喪失が政治的停滞をもたらすということも言えますし、あるいは分割政府というのが恒常化するようになっていてですね、ここ数十年ですけれども、分割政府というのはいわゆる、行政府と立法府というので多数とは食い違う現象ですね。それがおそらく政治的停滞をもたらしているということが原因になっているというふうな見取り図で私は見ているということです。その他にですね、政治制度の部分というのも結構重要で、アメリカの連邦制とか三権分立という制度を取っていてですね、権力に対するチェック&バランスが強く働くわけですね。これも大統領にとっての一種のハードルであってという話もさせていただければと思います。全体的な見取り図としてはこのような話を最初にお話しするということです。で1番目からいきます。選挙化する統治ですけれども、民主主義の中ではですね、統治と選挙というのは車の両輪であるべきものだというふうに私は考えております。でどちらが、理想的には主であるべきかと言われると、おそらく統治でしょう。立法行動を行う、でその立法行動によって作られた法律というものを円滑に為政者、いわゆる執政府というのが円滑に施行していくと、いわゆる行政ですよね、立法と行政というべきものが統治であって、それが統治というのが民主的なプロセスの中では主たるものだと。ところがですね、で選挙というのは普通は手段であって、誰がそれにふさわしいかということを、選んでいく手段に当たるものだと。でその車の要輪としての、その政治家を選ぶプロセスと、その選ばれた人々は法律を作る、それを実施するというのが円滑に回って民主政治というのはうまく回っていくわけですけれども、選挙というのがですね、本来手段であるはずのものが、目的化していっているということがあってですね、これやっぱり70年代ぐらいから非常に顕著な現象ではないかと。要するに選挙を行うことが目的になっていて、
で政治家の主たる関心というのは統治をすることではなくて選挙に次に勝つことになってしまうと、つまりその選挙というのが統治の中に侵食していくような形になってバランスを損なっているのだと。でこれはトランプ大統領だけに見られる特徴ではなくて70年代以降のアメリカの大統領および政治家の多くに見られる特徴だと思うんですね。選挙のバランスというのは非常にこう統治よりも強くなってきていると。でむしろ統治の方が、まあ、統治が統治するわけですね、なんかこうシャレみたいな話ですけども、要するにこう統治の方があたかも選挙の従属物のようになってしまっていて、選挙を行って統治の方が本来主たるプロセスであるはずの統治の方がですね従属物になってしまっていると。でトランプ大統領にもオバマ大統領もこのような傾向を非常に強く見られたんですが、トランプ大統領はこの傾向を非常に顕著に見ることができます。で1月2日に再選の立候補を出していると。要するにあのインオギュレーションのもう次の日ぐらいにはですね再選に向けて動き出していると。で選挙資金もたくさん集めていると。でずっと選挙モードのままなわけですよね。統治に主体的な関心があるんだろうかというふうに思うこともありますけれども、要するにまあこれはトランプだけに見られる現象ではなくて多くのアメリカの政治家というのは選挙に取り憑かれているわけですね。要はでこのような選挙と統治の逆転現象というか選挙の比重のですね、まあ、あの重大あの増加というのがあって、それは非常にトランプの統治においても顕著に見られる特徴だということです。でそれが一つ目の特徴ですね、選挙化する統治と。でもう一つはパティキュラリスティックプレジデントというような現象も私は非常に注目しておりまして、理念的に見た場合に下院議員とか上院議員とは違ってアメリカの大統領というのはアメリカのいわゆる選挙区の中で唯一全人民の理念を体現して選ばれるはずのものですよね。要するに全ての人民を選挙区として選ばれる、まあ、全土の代表としていわゆるこう一般利益の体現者として、まあ、位置づけられるものは理念的な大統領しかいないわけです。で下院議員とか連邦議員というのは州であったりとかですね、あるいはより小さな単位の地域であったりとか、そういうところの特殊利益を反映して選ばれるべきものですよね。ところがさっきのですねこの分極化であるとか分割政府というものは恒常化した今のアメリカの状態においてはですね、まあ、中道がなくなるとかあるいは合意が不可能になるとかですね、政治的停滞が見られると。で反対の勢力ってのは自分に協力しないと。そういうふうになっていくとどうなるのかというと、まあ、相手のことを考えて何かしても無駄であると。どうせ自分には投票しないし協力もしないと。でそういうことになるとどうなってくるかというと、大統領であったとしても自分の再選の鍵を握る献金者であるとか自分の強い支持母体だけの、まあ、特殊利益を考えて、まあ、選挙を行ったり統治に勤しむということになってくると。要するに、まあ、本来全体の利益での代表者であるはずの、まあ、大統領すらが部分利益の体現者のようになってしまっていると。これオバマ政権においても見られた現象です。オバマ政権は初期においてはこれを克服するというふうに言っていたはずです。要するにアメリカを再統一するとかですね、全ての人民の代表しての大統領というのを言っていたと思うんですが、再選されたあたりからそれをやや放棄するようになっていって、オバマ政権というのは後期になればなるほどいわゆる鍵括弧付きの民主党の大統領になっていったというニュアンスがあったと思うんですけど、トランプ大統領というのはこれ非常に強く感じますね。なんか特定の利益であるとか特定の集団の代表者というニュアンスが非常に強くあって、いわゆるまあ人民全体の代表者として振る舞っていないかのように感じることもあります。でこれはオバマのにも感じたことですし、近年の大統領というのはおそらく共通してこのような特徴を持っているんだろうというふうに私は見ています。でもう一つの特徴ですが、まあ、これよくニュース等でも見ることですけれども、大統領への乱用ということも非常に強い特徴だろうと。で大統領令というのは本来ですけども政策とか行政の在り方についての見解を示したものであってですね、でそれ自体が、なんていうのかこう法律の効力を強めたりあるいは無効化するということも可能なわけですけども、本来立法で作られた法律というのがあって、それをまあ為政者行政府が施行するときにそれをまあ補完的に用いるべき、まあ、ルール補足のようなものであるはずのものがですね、まあ、オバマ以降はですけども、大統領ってね基本的にはですけど実質的に大統領令を使って立法行動に当たるところまで踏み越えてくるということをやっていると。これはでも三権分立にとってあまり望ましくない事態ではないかと。なぜかというと立法行動を行うのは議会のはずであって、そこにやっぱり行政府執政府というのが実質的に立法行動に当たるところまで足を踏み入れてくるというのは望ましくないのではないかという話になるんですけれども、まあ、いずれにしてもですけども、なんとなくですが統治の特徴を見た場合、私はですねオバマ大統領とトランプ大統領というのは非常によく似ているというふうに思うこともあります。おそらくですけども近年の大統領というのは、まあ、全てこのような特徴を持っているんだろうと。
なぜかというと統治と選挙のバランスを考えた上において近年は選挙のバランスというのが非常に大きくなっていて統治の方がないがしろにされがちであるということは別にトランプオバマだけに始まったことではなくて何十代以降の全ての大統領に、まあ、多かれ少なかれ見られた特徴でもあるでしょうし、まあ、大統領がですね、まあ、個別利益の体現者になっていっているというのも、まあ、オバマ大統領にも見られた現象ですし、で大統領令を乱用するというのも実は、まあ、これ自体もですね、まあ、オバマ大統領というのも、まあ、このなんて言うんでしょうね、大統領令の乱用というか、まあ、本来の趣旨を踏み越えた形での、まあ、あの大統領令の活用というのは進めてきたわけですよね。それなぜかというとさっきの、ことが少し関連しておりまして、まあ、分割政府であるとか、まあ、分局化というのが発生すると、まあ、超党的な立法行動が望めないと。で後に、お話ししようと思うんですが、まあ、司法府であるとか連邦制というのもやっぱり大統領の障害物になるので、とにかくやっぱ近年の大統領というのは政治的な障害物が多いと。でそれを乗り越えるためには、まあ、乗り越えようがないというかですね、なぜかというと例えばオバマ大統領の場合だと、まあ、銃の規制であるとかあるいは大統領令とかですね、まあ、そのあと銃の規制であるとかあるいは最低賃金とかですね、環境の問題とかですけれども、共和党の議会が対話に応じないということになってくると、もうこれ強行突破するしかないということですね。大統領令を使って本来、まあ、議会がやるべきところにまで踏み込んでいって、まあ、大統領令を活用することによって大統領がまあ実質的に立法活動に近いようなことまでやってしまうということですね。でこのようなおそらく特徴が、まあ、あのトランプ政権の統治を見ていると私は強く感じるわけですね。選挙に非常に大きな比重が置かれていることであるとか、あるいは、その大統領令を、まあ、そのなんていうか、まあ、本来制度的にあるべき趣旨を踏み越えてまで使ってですね、実質的な立法行動まで行うところとかですね、あるいは大統領というのが、まあ、全体の利益の体現者というのも部分的な利益の体現者のようになっていることとかですね、これはおそらく多く近年の大統領に共通して見られる特徴なんだろうと思うんですけど、トランプ政権ではとにかく、まあ、そういうニュアンスを非常に強く感じるということでもあります。で、実はですね、トランプ大統領というのは、まあ、そういうなんていうかアメリカの政治制度のあり方そのものにメスを入れる気ではないかという説を唱えている人もいてですね、例えば司法府であるとか、まあ、軍隊であるとかですね、警察といったものの政治化とか、あるいは行政府の弱体化と司法府の強化において、まあ、既存の行政国家を解体することは目的ではないかというふうに言われることもありますが、そこまで言ってないような気もします。確かに、まあ、ゴーサッチの最高裁任命というのは成功しましたし、連邦判事とか検事は55名任命していてかなり大きな数ですね。これはでも、まあ、重要な判事起用で、例えばこうブレッド・タリーとかですね、ジェフ・マティアとかですね、彼が重要視してた判事起用で失敗しているものもありますし、まあ、行政府への人事任用というのもうまくいってないところもありますし、あるいは司法府からの抵抗というのも受けているわけですね。例えばですね、まあ、あのまず大統領というのは結構抵抗を受けていて、まずどこから抵抗を受けているかというと、一つはですけれども、その、いわゆる入国禁止令であるとか、まあ、強制あの不法移民のですね、強制送還、送還措置の停止命令をめぐってとかですね、あるいはこういわゆる不法移民であるかどうかというのを問わない、いわゆるこう、まあ、正規都市問題とかってのがあるわけですけど、それらをめぐっては、まあ、州レベル以下レベルの、まあ、まあ地方自治体から提訴を受けているというところがあって、まあ、入国禁止をめぐってはこのような形で提訴が行われていて、だから取り消しをめぐってもこのような形で提訴が行われていて、まあ、その他にもいろいろ、例えば外国からの贈賄の禁止とかですね、まあ、そういうものをめぐってもですね、市民団体に訴訟を起こされたりもしていますし、まあ、州からの抵抗を受けているということもありますし、まあ、司法府からの抵抗を受けているという部分もあるわけですよね。でもう一つですが、まあ、ロシアゲートスキャンダルというものに、まあ、トランプ政権というのは非常に足をすくわれていると。でこれなんですけど、これどこに、このロシアゲートスキャンダルですけど問題があるのかというとですね、まあ、要するに、ことの発端というのは2016年の大統領選挙の、実施中にですね、まあ、ハッキングとかスパイ行為とかですね、まあ、ロシアによる、まあ、選挙の介入というのがあったのではないかと。それに対して、まあ、トランプ政権の、トランプ政権とか、まあ、当時はトランプの、まあ、選挙対策チームですけど、との間に何らかの共謀関係があったのではないかと。
いうことですね。で現在、まあ、いわゆる捜査が続いているわけですけれども、この捜査というのはやっぱり見ていくと、過去の独立検察官による、まあ、捉査よりも非常に急ピッチで進んでいると。例えばイランコントラ事件であるとか、ホワイトウォーターと比較しても、まあ、進捗の度合いは非常に早いですね。かなり急ピッチで進んでいると。で問題なのは、おそらくですけれども、まあ、ロシアゲート事件の本質であるというふうに私が見ているものはですね、やっぱこう権力による権力乱用を捜査するにあたってはですね、そのこれは、まあ、いわゆるウォーターゲート事件からの一つの教訓でもあるわけですけれども、権力による権力の乱用を捜査するときというのは、権力の部分にあたるものというのは捜査にあたるということは中立性を欠くかもしれないわけですね。昔いわゆるウォーターゲート事件の時というのは、最初は司法省が捜査に当たったわけですけれども、司法省というのは大統領の真下にあるので、圧力を加えようと思えば加えられると。で結局その反省として、独立検察官という、こういわゆる三権からこう独立したような形で任命されるものを持って、権力の乱用をまあ防ぐというかですね、まあそのチェック&バランスの発想というのがそこにも、まあ、働いているわけですよね。でおそらくこのロシアゲートスキャンダルであるとか、この相次ぐ訴訟であるとか、州レベル以下からの抵抗というのは、いわゆる連邦制であるとか、で三権分立といったようなですね、アメリカの制度っていうのは、権力の集中と暴走というのは非常に起きにくいように設計されていますよね。それ憲法を読んでも分かることです。でそのいわゆるアメリカの政治制度っていうのはですね、まあ、連邦制もそうなんですけど、三権分立もそうなんですけども、権力の集中と暴走を食い止めるように制度設計されているわけですけれども、そこからまあトランプ大統領というのは抵抗を受けていると。で、トランプ政権の統治っていうのを俯瞰的に見てみると、何が言えるかというと、私は2つのことが言えると思っていて、1つはですね、その選挙がですね、統治を侵食しているとか、あるいは大統領というのが徐々に全体の利益の体現者ではなくて、部分的な利益の体現者になりつつあるとかですね、で政治的停滞を突破するために、まあ、大統領令というのは本来の役割を超えて使うような、まあ、使い方をしているとかですね、アメリカの政治プロセスに生じている新しい変化を相当、まあ、如実に体現しているという側面が一つあるということですね。でそれと同時にですね、やっぱりこう連邦制であるとか、いわゆるこう三権分立であるとかですね、アメリカの政治制度っていうのは権力の集中と暴走っていうのは非常に起きにくいように制度設計されていて、そこから大統領が抵抗を受けていると。これはかなり教科書的なモデルケースであって、で古典的なアメリカ政治の要素っていうのと、近年になってから新しく生じるようになった要素っていうの、2つを強くトランプ政権の統治においては構造的な特徴として感じるということです。それがまあ全体を見ていて私がまず思うことですね。いわゆるこう政治に生じている新しい変化というのと、まあ、古くからあるものというものと、それがまあ強く2つトランプ政権の中に反映されているのではないかというふうに感じる次第です。それが1つ目の話になります。ちょっとスピードが速いかもしれない、ちょっと加減いたします。すいません、ちょっと暑いので緊張して、ちょっと上着を脱がしていただいてもよろしいでしょうか。すいません。2つ目の話ですけれども、トランプ政権の政治実績、治績について少し踏み込んで、語っていきたいというふうに思います。その話の肝というのは3点ありまして、1つは、トランプ政権の、まあ、政治的な行動原理とでも言うべきところですね。そこについての分析が1つ目ですね。でもう1つは具体的な政治的な、まあ、実績ですね、まあ、政治的な成功にあたる部分と、あと3点目といたしましては、外交とか安全保障面での動向に3点に分けて、分析を加えていきたいというふうに思います。でまず、第1点目ですね、トランプ政権の政治的な行動原理というところからお話をさせていただければと思いますけれども、よくまああのトランプ政権というのはジャクソニアンであるというふうに言われることがあります。これ主にまあ外交とか安全保障の側面を捉えて言われるものだとは思いますけれども、まあ、そのウォルター・ラッセル・ミードがトランプがジャクソニアンであるというふうに言うときには何を意味しているのかというとですね、おそらくまあアメリカファーストというような、まあいわゆる言葉を彼はよく使うわけですけれども、トランプ政権のその支持者、特に、まあ、というのはですね、世界でアメリカを果たす役割であるとかですね、まあ、国際社会のための貢献とか犠牲を払うアメリカというのは考えを持たないということで、この前外交とか安全保障に特化した議論だろうというふうに思うわけですね。でその心はですね、おそらく、まあ、アメリカの物理的利益とですね、まあ、自国の安全にしか関心がないというところに力点が置かれているんだろうと。でそれが脅かされると何らかの形でこうリアクションを取るということですね。
で、まあ、エリートであるとかで人種マイノリティであるとかですね、まあ、移民であるとか、まあ、外国とか自由貿易とかですね、まあ、国際機構とかそういうものに対して自らのアイデンティティを脅かすと思われるものに対して、まあ、否定的なニュアンスを取ると。でおそらくですけどもこれが言わんとすることは、まあ、言語化されたあるいは体系化された、まあ、プリンシプルとか理念とかですね、まあ、イズムと言われるような政治理念というものはおそらくトランプ政権の中には存在していなくて、でまあ何というか、まあ、本能的なというか、まあ、経済ナショナリスティックなリアクションみたいなものが行動原理の一つになっているということを言わんとするところなんだろうと思います。そのおそらくまあ体系化された言語化された理念のような形でのまあ政治的なプリンシプルみたいなものというのは、これはまあ彼がよく言うまあアメリカファーストみたいなものとはそういうものとは言い難いのではないかというのがおそらくここで言わんとしていることだろうというふうに思います。でもう一つですが、まあ、そのようないわゆるこうアメリカファーストというようななんていうかこうなんでしょうね、本能的なリアクティブな政治的な行動原理みたいなものがあっても、まあ、それがいわゆる言語化された、まあ、体系化されたプリンシプルとは言い難いというような特徴と同時に、まあ、これもよく言われることですが、まあ、非常にこうオバマ政権に対するアンチテーゼというのも、まあ、おそらく行動原理の一つとして、まあ、組み込まれていると。それは内政外交両面において思うところであってですね、でオバマケアの廃案あるいは、環境とかエネルギーとかですね、農業とかインフラであるとかですね、あるいはまああの情報とか、まあ、放送とかメディアにおけるいわゆる規制の撤廃ですね。で具体的には、まあ、パイプラインの敷設許可であるとか、まあ、海底油田の掘削であるとかですね、あるいは環境保護庁の、まあ、予算の削減とか、まあ、あるいは、ネット中立性規定の廃止とかですね、まあ、いわゆるこう放送事業における二重オーナーシップと伏線の、まあ、禁止規定の撤廃とかですね、これも全てそうですけども、これはまあ何らかの理念に基づいての行動というよりは、まあ、オバマ政権の規制に対するオバマ政権の規制を自分が撤廃したっていう、こうアンチオバマというようなニュアンスが非常に強いのではないかということです。いわゆるこの法移民に対する強制送還の猶予措置の打ち切りというのもやはりまあそれに近いものがあるのではないかということですね。でこれは外交でも同じようなことはやっぱり言えて、まあ、イランの核合意の有効性に不満を表明すると、これ結構微妙ですよね。要するにこうオバマが結んだディールであるから自分は不満は表明するけれども、じゃあ完全にやめるんですかと言われるとそうでもないと、不満はあるけれども継続はするというニュアンスで、でキューバのもそうですね、一部見直しはしていますけど、じゃあ完全にキューバとの関係断交するかって言われるとそこまではいかないというわけですね。でもまあキューバとの関係の見直しとかイランとの核合意っていうのは、まあ前政権が結んだディールであって、それに対してこう自分は違う路線を打ち出そうとしているというふうには持っていきたいということですね。で PPP とかパリ協定の離脱というのは完全にまあ何ていうか白紙に戻すという形で実現はしたわけですけど、あるいはこう移民の難民の受け入れの停止とか、あるいはまあいわゆる合法移民に対するまあ締め付けであるとか、あるいは HB1 ビザのようなビザの発給規定とかっていうのをまあおそらくいじってるというのも前政権に対するまあ物言いというところが強くあるんだろうと思います。あともう一つは米軍の予算の増額とまあ人員の増加とかですね、あるいはこう即応性の立て直しとかっていうのもおそらく似たようなロジックに基づくものなんだろうと。要するにトランプ政権のこれまでの政治的な行動原理みたいなものって見ていくと、そのいわゆるアメリカファーストみたいなものっていうのはおそらく体系化された言語化された理念的な守備一貫したようないわゆるこうイズムではなくて、何らかのこう経済的なナショナリズムに基づくようなリアクティブな、なんていうかこう、まあ、言葉があるけども一種衝動的な行動原理のようなものであって、まあ、体系化されたものではないということですね。もう一つの行動原理としてはやはりこうオバマが作ったレガシーに対して何らかの物言いをつけたいというところがあって、それが2つの行動原理として作用していると。じゃあ例えばこうトランプ政権のいわゆるこう行動原理っていうのはそういう形でのいわゆる衝動的なリアクティブなものであって、で要するにまあ前政権の逆を行きたいというところとですね、あるいはこうなんかほとんどエモーショナルななんていうかこう行動原理みたいなものに基づいてリアクティブに動いてるだけかというふうに言われると、まあ、そういう部分は大いにあるとは思うんですけれども、それでもまあある程度のやっぱり政治的実績を上げていってるということも事実だろうというふうに思います。でよくなんていうかこうトランプ政権の政治的成功を上げろというふうに言われると、やはりまあよく上がるのは税制改革の問題ですよね。まあ、法人税、個人税のまあ引き下げと、
まあ、いわゆる減税法案と言われるもので、これはよく上がるものですね。多くの論者というのがトランプ政権の最大の業績は何かと言われると、それはまあいわゆる税制改革法案であるというふうに言うことが多いと。しかし、まあ、これもですね、まあ、アップルは雇用を増やすというふうに、まあ、2万人増やすというふうに言っていて、まあ、早速効果が現れているというふうに見る向きもありますけれども、長期的には財政が悪化する可能性もありますし、やっぱこう減税法案も、まあ、立法的な業績であるというふうには思うんですけど、やはりこう効果自体はもうちょっと中長期的に見るべきだろうというふうに思います。でそれ以外に成功があるのかというふうに言われると、まあ、オピオイド対策であるとか、とステム領域での女性の活躍の促進であるとかですね、あるいは国際博覧会条約の再加入とか、結構小さな領域では、まあ、小さな成功というのは積み重ねていってるかなというふうに思うんですよね。このあたりだったらやっぱりあまり目立たないような気もします。でその他に見るべき、領域があるかというと、私は結構注目しているのはこのあたりですね。退役軍人の医療アクセスの改革においてはですね、結構2つほど成功を収めておりまして、でアメリカにはメディケアとメディケイドと、あと、まあ、児童向けの今予算の打ち切りで問題になって、まあ、チップと言われる児童向けの医療保障とですね、あと退役軍人対象の公的医療補助というのがあるわけですが、この退役軍人に向けた公的な医療補助の分野においてはですね、そのアクセス の改善であるとか、まあ、社会医療の分野において、まあ、公的な医療補助の分野において、まあ、その改善を果たしている2つの法案を通していてですね、結構面白いところだと思うんですね。なぜかというと、オバマケアに対しては廃止をしようとしているとということは、いわゆるまあ社会保障というものについてはそれは民営化しようとしていてですね、原理的に社会保障というものに対して反対なのかというと、多分そうではないと。あれはなぜかというと、オバマが作ったからダメだというところがすごい強くあって、この退役軍人の医療アクセスの問題とかっていうのは、ひょっとすると自分の支持者に向けてはプラスになる側面が多いから、自分の支持者にプラスになるものであるとすると、公的な医療補助というものに対しても、まあ、改善拡充することに対しては自分は部分的に賛成であると。ということはどういうことかというと、おそらく原理原則に基づくような小さな政府がいいから、こういうものは市場に任せるべきであって、で社会いわゆる公的な医療保障には、まあ、当たるものっていうのは原理原則すべて反対だというような、原理原則の反対ではないんだろうというふうに思うんですけども、だからまあなんていうか、そういうのが結構面白い部分かなと思うんですが、まあ、こういう部分においては部分的には、まあ、公的な医療補助というのは拡充するような方向で実績を上げたりもしていると。あとは気象研究とかですね、予報の革新法とか徒弟訓練のプログラムの拡充指令というのも、まあ実績かなというふうに思うんですけど、まあ、あと規制緩和ですよね。先ほど挙げた規制緩和なんですけども、これもおそらく業績に含めて良いかなと思います。これも減税法案と同じで中長期的に効果を見るべきだというふうに私は思っています。で規制緩和をしてそれほど大きくなんていうかこうマイナスが出なくてですね、経済的に効果が上がったというふうになると、この規制緩和ってのはおそらく成功だったというふうに位置づけられていくんだろうと思うんですね。減税と同じですね。財政がそれほど悪化せずに景気が回復したということになると、あの減税法案は非常にプラスだったということになるんでしょうし、この規制緩和もですね、例えば規制緩和した結果環境がより悪くなったということになるんであるとすると、やっぱ規制緩和してはまあ よくなかったという話になるんでしょうけど、それほど多くのマイナスは出ずに経済的に大きなプラスがあったということになると、まあ非常にこの規制緩和というのは成功だったということになるんだろうと思うんですね。だからどういう評価を得るかというのはこれからだと思うんですが、この規制緩和というのも非常に大きなプラスに評価される可能性は私はあるというふうに思っています。ただまあやはり減税法案を除いてはなかなかやっぱり目立つところがないかなという感じでもあるかなと。まあ退役軍人の医療公的な医療補助の拡充とかですね、あるいはまあその気象研究とか予報とかっていうのは、まあ、おそらく日本人誰聞いてもほとんど知らないだろうなというふうに思っていて、一つ目立つところを挙げられるとするとやはり減税法案しかないかなと。でまあ、そのいわゆるおそらくまあ効果というのも今後を見てみないとわからなくて、まあ、やっぱり一方的に大きな成功と言えるものっていうのは、まあなかなかやっぱりこうまだまだこれからなのかなというふうに私は見ております。で、外交とか安全保障に目を転じていくと、おそらくですけども、私は外交とか安全保障っていうのは専門外ですけども、まあ、おそらくトランプ政権の外交とか安全保障というのは一言で形容すると、おそらく大きな緊張を伴った現状維持というのがおそらく最もふさわしい形容の仕方ではないかと。単なる現状維持ではないというところに私は注目していて、現状維持に近いとは思うんですけど、緊張の度合いは増しているので、緊張を伴った現状維持というのがおそらくトランプ政権の外交とかですね、安全保障というのを形容するのに最もふさわしい言葉ではないかというふうに私は思っています。
でその内実を見ていくといくつか特徴があって、まずグランドストラテジーがあるのかどうかというところですが、非常に見えにくいと思います。で国連での演説であるとか、まあ、国家安全保障戦略とかいくつか政権の安全保障とか外交上のグランドストラテジーを開陳するような場面がありましたけれども、そこで言われていることって見ていくと、まあ、やっぱりアメリカファーストという言葉が出てくると、あるいは主権の尊重であるとかですね、そういう言葉が出てくるわけですね。で国際秩序っていうのが、まあ、非常に大きく変容していること自体認めていると、戦略環境って非常に大きく変わっていきつつあると。でそのためにじゃあどうするかというと、まあ、アメリカの労働者を守るために、あるいは公正な貿易が必要であるとか、移民とかテロ対策がより強いものが必要であるとか、強い軍隊を再建する必要があるというふうには述べられていますけれども、これはそれはグランドストラテジーと呼べるものではないと思うんですね。昔の例えば冷戦期の封じ込め政策みたいなですね、守備一貫した外交戦略の青写真になるようなこうグランドストラテジーっていうのがあって、その上に個別具体的な何ていうかこう方策っていうのは乗っかっていってるというようなものではないというふうに私は思っています。で2017年のトレードポリシーアジェンダっていうのを見ていっても、やはりまあ他国間の貿易体制というのは非常にこうアメリカに害をもたらすということですね。 TPP とか WTO と NAFTA とかですね、まあ、いわゆるより自由で公正な貿易方法を模索して再交渉するべきだというふうに言われていますけど、それ以上奥行きのあるものではないというふうに思いますし、あといわゆるイスラエルとの関係を見ていても非常に揺れていると思うんですね。で政権発足当初っていうのはイスラエルによる入植っていうのにかなりこう、まあ、待ったをかけるような発言もしていたんですね。最初の頃っていうのはしていたんです。でその後にですね、まあ、なんていうかこうテルアビブに大使館を堅持するということも最初は言っていましたし、テルアビブに大使館を堅持して、まあ、急速な入植にはちょっと待ったをかけていただきたいというふうに言ってたかと思うと、ユネスコを脱退したあたりからやっぱりこう反イスラエル色が強いからやっぱりユネスコから辞めるというふうに言い出して、で最後エルサレムの首都認定というのを行って大使館やっぱり移転すると、今ペンス副大統領イスラエルに行っておりますけど、2019年に大使館移転というのは実現するというふうに言ってしまっていて、やっぱり振り幅が非常に大きいと。この振り幅の大きさというのは、なんていうかこうあえてそのようにこういわゆるマッドマンセオリーというかですね、予測不可能に振る舞うことによって、まあ、相手の譲歩であるとかですね、あるいはこう何らかの形で自分に有利な条件を実現するためにわざとこう予測性を低く振る舞っているのか、それも単にその場その場でアドホックにこう問題に対処することによって揺れているだけなのか、そこは非常に見えにくいというところがあると思うんですね。このあたりがおそらくやっぱりこう緊張を伴った現状維持のまあ、お全ての大元なんじゃないかというふうに私は見ているところです。で米中関係もでこの米ロ関係も2つともですけれども、まあ、懸念されていたような劇的な大きな転換というのは図られていないと。例えば一つの中国政策というのに抜本的な見直しが起きるんではないかと。いわゆる昔の言葉で言うと、まあ、朝会の悪夢というのがあって、朝起きてみたらですね、日本の頭ごなしに米中関係というのは劇的に、まあ、変わってしまったという夢を昔有名な外交官が見たというのがありましたけど、それ実現したわけですけど、ニクソンというので悪夢は本当になってしまったわけですが、それのいわゆるトランプ政権版があるかというと今のところはないですね。でいわゆる、まあ、為替操作に認定するということも言っていましたけど、まあ、中国が為替操作に認定するというふうに言っていましたけど、結局今に至るまでやっていなくて、事実上棚上げにしたに等しい状態になっていますし、まあ、知財とか技術の分野での違法行為というのは継続するというふうには言っていましたけど、まあ、目立って大きな動きはないと。で米ロ関係に関しても、例えばこう劇的な蜜月関係の構築のような形でこう米ロの急接近というのがあるんじゃないかというのが当初の懸念だったと思うんですが、それも起きてはいないですね。ヤルタ2とかですね、あるいは制裁の一方的解除とか、そういう事態には至っていないと。でむしろトランプ大統領というのは個人的にプーチン大統領のことをどう思っているのかということは別にして、個人的ななんていうかこうエモーショナルな思い入れというのは別にしてもですね、やっぱり二国関係というのを考えていくと、今のやっぱりこう国際情勢の中ではやっぱ米ロというのは構造的に接近しにくいと。むしろ米ロ関係というのはやっぱりこうオバマ政権の頃でもより一層冷えてしまったようなところがあって、それはやっぱりシリアでのまあサリンガスの使用後にまあアサド政権の基地を攻撃したことであるとか、あるいはまあ議会が可決したまあ対ロ制裁法案というのも署名せざるを得ない状況に追い込まれていたと。あれも本人はどう思ってたかは分かりませんけれども、あの状態で署名を拒むと、まあロシアゲートの話もありますけれども、やっぱりあの大統領なんかあるなというふうに思われてしまうかもしれないし、やっぱこう結果的に米ロ関係というのは劇的にこう蜜月関係が築かれるということはなく、むしろより緊張をはらんだ形でまあオバマ政権の頃でも現状維持から少し悪くなった状態でまあ推移しているというところがおそらく
現状の状態なんだろうなと。それは北朝鮮にも同じことはおそらく言えると思うんですね。北朝鮮もまさにまあ緊張はかなり極限に近い状態まで私は高まっているというふうに見ていてですね、やっぱり2017年に2回行われたいわゆる核実験とか、あるいは2度の大陸間弾道弾の発射実験であるとかですね、まあ、いわゆるまあ、北朝鮮では新次元の兵器体系を完備しつつあるというふうに言われているんですけども、ここでおそらく見えてくるものというのは、オバマ政権の戦略的忍耐と言われる方針から何らかの形で舵を切ろうというふうにしているようには見えるんですが、まあ、いろんなおそらくオプションというのは政権の中にも、まあ、それこそ軍事行使からですね、さまざまなオプションというのを、まあ、おそらく検討しているんだろうというふうには思います。で、第二のキューバ危機になる可能性というのはありますけれども、まあ、現状のところおそらくこう緊張極限まで高めつつ、おそらくまあ現状維持で推移しているということですね。だから多くトランプ政権の安全保障とか外交というのは緊張を伴った形での現状維持という形で推移しているというふうに形容するのが、私は最も妥当な形なんではないかというふうに思っています。で、それはですね、おそらく日本にも同じことが言えるんだと思うんですね。で、日本も、まあ、トランプ政権下での日米関係というのはやはり緊張をはらんだ、まあ、これまでの日米関係の基本構造の維持ということが私は図られているというふうに思っています。で、2016年の選挙の時っていうのはですね、結構こうトランプ大統領っていわゆる古典的な安保ただの理論とかっていうのをぶり返していきたいとかですね、あるいはまあ核武装も含めた形のまあ過激な発言というのは結構あったわけですけれども、あるいは大幅な形での日本に対する負担増というのがあるのではないかというふうに懸念されていたわけですが、まあ個人的な首脳同士の関係が築かれたということもあるのかもしれませんけれども、まあ、北朝鮮の問題を中心に安保のコミット、アメリカのまあ安全保障のコミットメントというのは現地を取り付けていてですね、で、これまでのようなまあいわゆるこう、まあ、過激な安保ただの理論みたいなものって影を潜めるようになっていて、貿易のところだけはこう二国間貿易の赤字の解消がどうのこうのとかってのはまだまあ強硬に言ってるところはありますけど、懸念材料というのはそれぐらいで、まあいろんな不安材料は残しつつも、基本的なこれまでの日米関係の構図っていうのがおそらく維持されている状態なんだろうというふうに思うんですよね。で、その日米関係に関して緊張をはらんだ、まあ、これまでの日米関係の基本的な構図の維持といったときに、その緊張をはらんだというのがどこから来るかということを考えていくとですね、日本としてはですね、やっぱ今安全保障環境が激変していて、まあ、国際秩序というのが大きくまあ動揺する時期に差し掛かっているというふうに多くの人が考えているわけですね。で、そこでですね、やっぱり国際秩序を支える法であるとかですね、まあ、規範であるとか、まあ、ルールというものが非常にこう揺らいでいて、で、それをどのようにして遵守していくかと。で、その、まあ、いわゆる、まあ、その遵守とですね、その徹底というのを、まあ、アメリカというのは主体的に図らなければいけない国の一つなわけなわけですけども、それをどのようにしてアメリカにまあ期待するべき理念的な役割っていうのを引き受けるように推していくかということは最も重要になってくると思うんですけど、まあ、自由で開かれたインド太平洋構想というのを繰り返し、まあ、トランプ政権にインプットすると、インプリントしていくという形で、まあ、アメリカを望ましい方向に日本がこう推していくわけですね。で、それをまあいわゆる日本というのは個人的な関係を構築することによって、まあ、日本に対する過度なまあ負担増の要求と封殺すると同時にですね、まあ、アメリカというのを理想的な役割の方向に押していこうと。問題は今のところその方向に動いているように見えるんですが、それで本当に成功しているかどうかと。トランプ大統領の予測可能性の低さとか、いわゆるこう、まあ、見えなさみたいな不透明さみたいな部分というのを、そのリスクの部分というのを完全にそれで制御できたと言えるかどうかというところは、なかなか首を縦に振りがたいところなんじゃないかというふうに私は思うんですね。一種だからやっぱり加速性の予測可能性の低さというのはまだ残ったままになっていて、そこがおそらく日米関係に関してもやっぱ緊張をはらんだ基本的な日米関係の構図の維持というところになっているんじゃないかと思うんですね。予想されていた以上に緊張は思っていたりは低かったかも逆に知れないですけど、2016年の時でもっと大きなことが起きるんじゃないかというふうにもっと思ってましたけども、今のところ現状維持という構図が図られているということですね。で、トランプ政権の治世というのは私はこのように見ているということですね。まあ、行動原理の部分というのと、まあ、内政における、まあ、政治的な実績と言われるものと、まあ、外交とか安全保障に分けて言うと、このような特徴があるんじゃないかというふうに私は見ています。で、最後ですが、トランプ政権下でのアメリカ社会の、まあ、なんていうか、まあ、現状の分析ですね。
でこれはまあいくつか、お話をさせていただかなければいけない部分というのはですね、トランプ政権になってから、まあ、分断が激しくなったわけではなくて、もともとこのような形で、まあ、オバマ政権のですね、途中ぐらいからですね、かなりこうアメリカ政権の、における社会のですね、まあ、分断の様相というのはかなりこう表に出てきていてですね、でそれがですね、トランプ政権のになってから、まあ、よりそれがまあ深刻化したということは言えるかもしれませんね。でそれはかなりこうトランプ政権の1年目というのは、まあ、かなり表に出てきたということはあるかもしれない。要するにこう何を言ったのかというと、トランプ政権によってまあアメリカの社会の分断というのは初めて始まったわけではなくて、まあ、近年のアメリカというのはかなりこう特有の分断の様相というのを呈していて、まあ、それがですね、その構造自体というのはトランプ以前に存在していたんだと思うんですけど、それがトランプによってよりまあ深刻化というか、そしてまあもう一つですね、深刻化すると同時にまあビジブルな、要するに可視的なものになったということは言えるんじゃないかなというふうに私は見ています。で背景にあたるものというのがいくつかあって、まず一つはですね、やっぱりこうアメリカにおけるですねマイノリティの差別、例えばまあアフリカ系アメリカ人に対する差別というのを考えていくと、まあ大昔ですと、まあ奴隷がいると、で奴隷をどうするかという問題があって、で公民権運動の頃でもですね、例えば南部の州というので白人と黒人の施設が分けられていて、分離されていること自体はそれはまあ憲法に反するような、いわゆるこう基本的に人権を認めないような事態なんではないかということですけども、そういう状態ではないですよね。奴隷をどうするかとか、あるいはこう南部においていわゆるまあ隔離政策が行われているとかっていうレベルでの差別というものは今のアメリカの社会にはないわけですけども、例えば警察の取り調べであるとか裁判所でのまあ公正な裁きを受けられるかどうかとか、家を貸してもらえるかどうかとかですね、よりこう象徴的な次元での微視的な次元でのまあ差別みたいなものっていうのがやっぱ近年やっぱり問題になるようになっていて、でオバマ大統領が大統領になった頃からこの微視的な意味での差別をどうするかという問題というのは社会の中で問題化する局面というのは非常に増えたように私は考えています。でその最も大きな、それがまあ何ていうかこう問題になったのがですね、やっぱこういわゆる2013年ですね、大統領が2000、まあ、オバマ大統領が2012年に再選されてですね、その再選以降ですけれども、取り調べ、まあ、警察がですね黒人の被疑者を取り調べるときというのに、まあ、テラーに扱って死んでしまったという事件があったりとかですね、その何ていうかこうに対する抗議運動として、いわゆるブラックライブスマターですね、まあ、黒人の命は重要だというような運動が起きるとかですね、いうことがあって、かなりこうなんていうか新しい、かつてとは違う形でのなんていうかこう黒人に対する差別の問題というのが社会の中でこう可視的になるようになっていたというふうに私は見ています。まあ、こういう背景が一つあると。でもう一つですけれども、まあ、やっぱりいわゆるポリティカルコレクトネスに対するまあ異議申し立てというのもアメリカの社会の中で大きく問題になるようになっていてですね、まあまあ、政治的な正しさというか、要するにまあ人種的な差別を想起させる言葉というのをどの程度公の場面で使ってもいいのかどうかということに対してですけれども、まあ、メリークリスマスと言ってもダメだと。要するにまあメリークリスマスというと、まあ、特定の宗教を想起させる言葉だからハッピーホリデーと言わなければいけないという言葉があったり、でやっぱりトランプというのが2016年にまあ一つ、まあ、人気を集めることができたというのは、それらのですねポリティカルコレクトネスとか社会におけるタブーに対するまあ一種ブレーカーとしてのやっぱこう役割というのを果たしているところがあって、まあ、それでまあその流言を避けた人々というのから支持を少し急増することができたという側面もあるんじゃないかと。まあ、このような形でですね、例えばこう近年のアメリカにおいて社会の中で最も問題になっている部分というのは、かつてのようないわゆるこう露骨な差別ではなくて、まあ象徴的な次元というか、例えばまあ近年問題になっているところですけど、まあ、李将軍の南軍の指導者だった李将軍のですね、まあ、銅像というのが、まあ、公的なあるいはパブリックな場所というのにあってですね、それをどのように考えるかと、このような像が立っていること、あるいは右側におけるこの南部旗ですけれども、かつての南軍の旗ですね、この南部旗というのをパブリックな場所で掲げるということがですね、これは言論の自由に当たるものなのか、それともいわゆるこう象徴的な意味での差別に当たるものかどうかと。で、象徴的な意味での差別に当たるんであるとすると、いわゆる政治的な正しさですね、ポリティカルコレクトネスに反するということになってしまうし、それはアメリカの社会の中で微視的な象徴的な意味での差別っていうのが残っているという兆候として見られるのではないかと。
で言論の自由であるんであるとすると、まあ、像を立てることもあるいは旗を掲げることもそれは何らかの言論の自由にあたるものであって大きな問題ではないのではないか、これどのように見るかというような形で、まあ、象徴をめぐる何ていうかこう差別の様相みたいなものっていうのはやっぱりオバマ政権の後期以降かなりアメリカの社会の中でそれがまあ何ていうか問題をはらむ局面で私は増えたんだというふうに見てます。こういう背景がおそらくあったんだというふうに思います。でもう一つ背景を、解説していくと、まあ、そのようにオバマ政権の後期ぐらいから、まあ、新しい形で問題になってきたアメリカの中での、まあ、特に人種をめぐるような象徴的な社会的緊張というものとそれがまあ一つあると、それはもう別に、まあ、トランプがということではなくて、まあ、トランプ政権が登場する以前からアメリカの社会の中で文脈として問題になってきたことですよね。でもう一つですけれども、まあ、共和党の内部に目を転じていくと今の共和党というのはこのような形で諸派に分かれている状態であると。で一つには共和党の穏健派がいて、でもう一つは共和党の保守本流というエスタブリッシュメントと言われるものがいて、まあ、もう一つは宗教右翼と言われる勢力がいて、もう一つは保守強硬派と言われるものがいて、もう一つはオルタナ右翼と言われる勢力がいるわけですね。で共和党の穏健派というのは社会的争点では穏健ですけども、まあ、経済的争点では保守的で政治的妥協を厭わない勢力ですね。いわゆるエスタブリッシュメントといわれるのはどこに当たるのかというと共和党の保守本流に当たるところで、社会的争点でも経済的争点でも保守的なんですけども、取引とか妥協を厭わないという勢力ですね。部分的に、まあ、場合によっては民主党との妥協だとかですね、まあ、取引というのも積極的にやる人々だと。で宗教右翼というのは社会的争点においては強硬に保守的なわけですけど、経済への関心は希薄である。で保守強硬派というのは社会的争点においても経済的争点においても非妥協的で極めて強硬な立場を取ると。でオルタナ右翼というのはこれとはまた別で、おそらく中核的な関心というのは人種ですよね。特にこう人種的なアイデンティティとかですね、エスノステートの建築とかですね、そういうものにこう非常に関心を持つ勢力であって、まあ、人種勢力というふうに言ってもいいと思います。この5派に分かれて共和党の諸派というのは競合しているという状況が一方にあるということですね。でトランプの支持連合というのがどこなのかということを見ていくと、おそらく中核的支持基盤は保守強硬派と宗教保守とオルタナ右翼の3つに分かれると。でこれはおそらくですけどトランプ大統領の再選に最も大きな鍵を握っているし、トランプ大統領の支持率っていうのは30数パーセント以降に落ちないというのも、まあ、これらの人々からの支持が強いからだというふうに考えておいて、でその他方においておそらく消極的なトランプ支持派というのもいて、それは穏健派であったりエスタブリッシュメントであったり、今の議会のエスタブリッシュメントとトランプ大統領との関係を見ていても分かりますけれども、お互い内心どう思ってるか分かりませんが、基本的には政治利益というのが、まあ、なんか合致する点においては協力するしお互い利用もすると、でも内心どう思ってるのかはまた分からないですけど共闘関係は築くということですね。ただお互い本当に仲良くなれるとは思ってない。でトランプ大統領もおそらくですけどこれらの層を取り込んでいくということはおそらく優先課題ではないと。で彼の優先課題になるのはこの前半の中核的な支持基盤にあたる人々の支持っていうのを最低でもどのようにつないでいくかというところにおそらくあるだろうと。そしてここまでの話ですけど、要するに、まあ、トランプ政権が誕生する以前からアメリカの社会においては新しい問題が生じていてですね、でトランプ政権の誕生を見ていくとそれは共和党が鍵を握っていて、共和党も諸派に分裂していて、トランプ政権側の思惑としては自分の再選をまあ優先課題として見ていくのであるとすると、このいわゆるこう中核的な支持基盤の支持をつないでいく必要があると。でそのためには何をすればいいのかということですが、いくつか、のまあ象徴的な行動をトランプ政権というのは取っています。一つはトランスジェンダーをめぐる問題で、トランプ政権1年目においてトランスジェンダーをめぐるイシューにおいてかなり象徴的な動きを見せました。いくつかあります。トランスジェンダーの軍隊の入隊の不許可方針というのを発表した、で差し止め命令を食らって争っているというのがあります。あとオバマ政権がやったですね、トランスジェンダーの学生に対する保護ですね、更衣室であるとかトイレの提供とかそういうのも便宜提供措置というのを撤回するとかですね。でトランスジェンダーの人々というのを1960年の公民権法の雇用差別の規定の範囲内に含めるという司法省の決定があったんですが、これも撤回すると。でアメリカの失病防止センターの予算書類の中でトランスジェンダーという言葉を使ってはいけないということですね。
なんでこんなトランスジェンダーばっかり狙い撃ちにするような決定とね、厚木早にしたのかということですけれども、まあおそらくですけど、まあ、社会保守勢力というものに対するリップサービスというところが非常に強くあるんだろうというふうに思います。それらの勢力の、まあ、主体的な関心であるとか支持というのをつなぎ止めたいということなんだと思うんですよね。でその他にもいろいろあって、まあ、人工妊娠中絶とか銃とかですね、こういうところにおいてもですね、結構象徴的な動きを見せていて、で今なんですけども、まあまあ、ワシントン DC なんかでこうウィメンズマーチが起きていてですね、まあ、トランプ政権が誕生して1年目なんですけど、まあ、女性というのがですね、自分の権利拡大を求めて行進をしているということなんですが、それとの裏側で何が起きているかというと、マーチフォーライフというのも起きていて、それってこう人工妊娠中絶というのに反対する人々のマーチなんですけど、それも起きているんですね。今政府閉鎖中で、今日も解除されましたですけど、政府が閉鎖されていたのに、このプロライフの大行進というのにですね、トランプ大統領は結構関心を示していて、それらの人々というのはローズガーデンで演説したりとかしていて、でもウィメンズマッチの方は無視ということもあったりするんです。これ結構象徴的だと思うんですよね。このプランドペアレントフッドというのは女性に対するセクシャルヘルスの提供団体ですね。人工妊娠中絶も含めてですけど、その後セクシャルヘルスの提供する団体に対して連邦の補助金を打ち切るとか、あるいは人工妊娠中絶を行う国際 NGO への資金供与を、まあ、禁止するとかですね、あるいはこう宗教団体に、まあ、多いんですけど、501支団体というのが、まあ、選挙に対して、まあ、政治活動を行うことっていうのは禁止されているんですけど、その優遇措置を撤廃するとかですね、レーガン以来35年以来で初めて NRA の年次大会で大統領が現役の大統領が演説しに行くとかですね、やっぱ銃とか人工妊娠中絶とかっていうスタンスでもかなりこう象徴的な動きを見せてますよね。で人種とか大麻においてもやっぱ同じような動きを見せていると。で象徴的だったのは、2017年の6月なんですけども、国土安全保障省というのが暴力的過激主義の対抗プログラムというのをやっていて、要するに、まあ、なんていうかこう過激主義団体とかっていうのに、まあ、なんていうかこう対抗するための措置プログラムっていうのがあってですね、ライフアフターヘイトっていうのは、その白人至上主義団体からを抜けて社会復帰をしたいとかっていう人々を応援する団体なんですけど、それに連邦補助金を打ち切ると発表したと。これ何を意味してるんだろうと。でその後8月にシャーロッツビルでいわゆる白人至上主義者のマーチのようなものが起きてですね、その時に、まあ、火は双方にあるという発言をしたと。これつなぎ合わせてみると、一体何を意味してるんだろうというふうに、まあ、ちょっとうがった見方をした人もいるかもしれない。白人至上主義団体からのなんていうかこう社会復帰っていうのを応援する団体から補助金を打ち切った後に、ああいう白人至上主義団体の、まあ、なんていうかシャーロッツビルでの路上の、まあ、マーチ運動みたいなのが起きて、それに対してなんていうか一方の側を咎めることはせず、まあ、両方の側が悪いのだと、両方の側にいい人はいるし両方が間違ってるとも言えるというような発言をするというのは、特定の人種の傾向を持った人々っていうのは、まあ、の側に力点を置いたなんていうかこう行動なんじゃないかというふうに取られるということですね。あるいは NFL で、まあ、国家斉唱時に起立しない選手にペンス副大統領が立腹して離席するとかですね、あるいはまあ今アメリカで州ごとにこうマリファナの解禁というのは非常に大きな社会問題になっていて、この間カリフォルニアに行ってきましたけど、かなりやっぱりカリフォルニアも合法化されてですね、まあ、ビジネスとかの側面も含めてですけど、この大きな、議題になってるんですけど、その合法化州に対して連邦の法的措置を提供することによって、その合法化というのは阻止するかもしれないという動きを見せてるわけですね。でこれらのことですけど、何を言いたいのかというと、おそらく社会的にかなりこう保守的なアピールというふうに取れるんだと思うんですよね。要するに、まあ、トランスジェンダーに対しての人々に対して、あるいは人工妊娠中絶とか銃に対して、あるいは人種とか大麻というものに対して、まあ、極めてこう保守的なアピールをしているのだというふうに言える。でトランプ大統領自体というのに、例えばこれらに対して何らかのイデオロギー的な守備一貫した見方があるかというと、おそらくないだろうと。でなぜかというと、彼っていうのはですね、これまでの中でもプロライフになったりプロチョイスになったりとかですね、人工妊娠中絶反対って言ったりとか賛成って言ったり揺れ動いてきた人でもあって、こういうおそらく焦点に対してなんとなくですけど主体的な関心はおそらくないだと思うんですね。じゃあなぜこういうリップサービスの動きを見せるのかというと、やっぱり、まあ、これらの中核的な支持基盤における勢力というものの支持をつなぎ止めたいからだろうというふうに私は類推しているわけです。でその結果何が起きたのかというと、まあ、一方ではですね、2017年の6月14日ですけど、バージニア州のアレクサンドリアというところでですね、野球の練習をしていた、まあ、共和党の現役の議員がですね、まあ、この右上に
いる人がいますけど、これは犯人ですけど、この人がこう現役の議員というのを銃で狙撃するという事件が起きてですね、要するにまあそのトランプ政権がやったその社会的な、なんていうかこう、まあ社会的な保守勢力に対するリップサービスみたいなものですね、やっぱ抗議する動きっていうのは起きていて、でそれに反発する人々というのが議員を襲うという事件を起こしたと。で一方においてはですね、その左派の側に動きが起きていて、さっき言ったブラックライブスマターというのは一つの兆候だったと思うんですよね。要するに民主党というのがまずやっぱりこう民主党の中にもですね、おそらく穏健でですね、いわゆるこう民主主義政治であるとか、あるいはまあ経済政策とか社会保障とかですね、そういう政策的な関心を持つようないわゆる中道的な左派とですね、いわゆる文化アイデンティティとかっていうのを路線に交流するような左派っていうのは分裂してきたと思うんですね。文化的な左派と政策的な左派っていうのがいて、でも今やですね、最も左側の過激主義の左派というのはですね、やっぱトランプ政権以降ですけど、まあなんかこう非常に反発を強めていてですね、やっぱ対立勢力への暴力行動すら辞さないと。例えばこうなんていうか、まあ、白人至上主義団体のものっていうのが過激な主張を繰り返しているんであるとすると、それに対して暴力を行使して止めてもいいというような過激主義の主張すら生まれているということですね。でもう一方においては、まあ、やはり2017年の8月の12日にバージニア州のサラツビルで、まあ、いわゆるこの白人至上主義というふうに言われる人々の、まあ何でしょう、路上の自治行為と言うべき運動が起きてですね、まあ、共和党の側にもですけども、まあ、オルトライトと言われるような人種勢力というのは台頭しているということです。でこれ影響力は非常に限定的だというふうに思うんですけど、おそらく私がトランプ政権下で最もおそらく、まあ、なんていうのか、大きな変化が起きたんであるとすると、これらの人々の影響力が限定的であるとしても、それは可視化されたことが最も大きな問題なんではないかと、ビジブルになったということですよね。でやっぱり一定の問題がやっぱりあるのではないかというふうに見ています。で、まあ、やっぱりトランプ政権下においてかなりやっぱアメリカの社会の分断というものはより深刻化したというふうに言えるかもしれませんけども、それはまあ深刻化したという程度の問題でも、むしろビジブルになったことではないかというふうに私は見ているわけですね。で、まあこれ結論に書いてるんですけども、やっぱりアメリカの歴史というのはこれまでも分断の歴史そのものだったわけですよね。それはまあ人種において分断してきたという側面もあるし、まあ、地域において分断してきたという意味もあるでしょうし、あるいはイデオロギーの相違において分断がまあ見られたということもあるわけですよね。でアメリカの歴史っていうのは長いことやっぱり分断の歴史そのものだったというふうに私は見ていてですね、でまあ、あたかもですね、やっぱこうこの1年間っていうのを振り返っていくと、トランプ政権が誕生したことによってアメリカのなんかこう社会の分断が始まったかのような、まあ、一種の錯覚に陥ってしまうかもしれませんけれども、まあ、それはおそらく過剰な強調であって、分断そのものはおそらくいついかなの時代にもあったと。でアメリカの歴史っていうのはそれそのものだったというふうに言ってもいいと思うんですよね。でおそらくアメリカの歴史っていうのはそれらの分断っていうのを民主主義は乗り越えてそれを克服していくプロセスそのものでもあったというふうに思っていてですね、だからそれが発展してその分断を克服してそれを克服する過程で民主主義っていうのはより強いものへと、まあ、発展していくプロセスでもあったのだというふうに私は見ているわけですね。でおそらく、まあ、民主主義というのは、まあ、そういう分断とそれがもたらす弊害を超えて発展するような、まあ、一種の強さみたいなものですね、レジリエンスみたいなものっても内包されているというふうに見ていてですね、まあ、今のこの1年間だけを見ていると結構悲観的な結論にたどり着いてしまうかもしれませんけども、おそらくこれはまあおそらくアメリカの社会というのは新しく、まあ、その問題を克服してその民主主義というのをより強く変えていく一つの契機に当たるものだろうというふうに私は見ているということです。ちょっと雑白になりましたですけども、まあ、以上のような形でこの1年間のトランプ政権の、まあ、統治の特徴と、まあ、政治的な知識と社会の状態というのを私は、見て分析を加えさせていただいたという人です。ありがとうございました。はい、西本さん ありがとうございました。大変包括的で非常によくわかる、説明、をいただきました。ですね、さあそれでは質疑応答に移りたいと思うんですけど、まあ、30分ぐらい30分強ありますので、皆さんがたくさん質問していただきたいと思うんですけれども、まあ、じゃあ一つは私の方から皆さんが考える時間を、ということで私の方から一つ伺うと、その、まあ、最後のところでやっぱりそのレジリエンスがあるということで、
この、まあ、まさにそういうふうにそういうレジリエンスが過去も繰り返されてきているというふうに思うんですけれども、この、ただ、まあ、現代においてはですね、ちょっとこうこの、この分断がこう乗り越えられていくこうシナリオみたいなものがですね、 なかなかちょっと見えにくいなと、まあ、これは私があまりこうよくものが見えてないだけかもしれないんですけれども、まあ、マルチカルチャリズムというか、そういうこう、こうまあ、なんていうか民主主義ゆえに、少数派を大事にして少数派の意見を尊重していくという原則と、それからそれに伴う多数派がだんだん人数が減っていく、多数派が持っている不安感というか、そこの部分がどういうふうにこう解決されて、そして今起きている分断が乗り越えられていくのか、まあ、これちょっとじゃあ今シナリオ何かと聞いてもあれなんですけど、例えば過去でですね、アメリカあるいは他の国の歴史で、こういう決定的な状況にな、決定的に近い状況になった時に、それが例えば政治的な対話やですね、つまり暴力的な解決方法ではなくて政治的な話し合い で、で政策として、実現されて解決 していった例というのは、具体的には どんなものがあるか、何かお考えありますか。ですね、まあ、おそらく古くはニューディールの時代に、まあ、遡ると思いますけども、あの時代におそらく、まあ、フランクリン・ローズベルトがやった政策というのは、まあ、いわゆるですね、アメリカにおいて、まあ、社会民主主義的な政策を行うということで、まあ、それが幅広い人々に、まあ、支持されることによって、いわゆる、まあ、リベラリズムですね、大きな政府的な意味でのリベラリズムというのが誕生して、それが、まあ、大きな人々というのを、まあ、引きつけ、まあ、多くの人々に引きつけていくことになったわけですよね。おそらくですけども、まあ、左の側にもですね、右の側にもですね、おそらく、まあ、今求められていることっていうのは、まあ、理念だと思うんですよね、おそらくはですけども。で、例えばやっぱり左の側に理念があるか、で右の側に理念があるかと言われると、例えばこう民主党の側を見ていくと、いわゆるこう大きな政府的な意味でのリベラリズムというので今の多くの人々というのを救済できるかというと、それはまあおそらくですね、まあ、かなりやっぱりもう長い時間が経っていて、まあ、リベラルというとニューディール以降、まあ、ほぼ同じことを言っているということで、やっぱり新しい理念が求められているんだと思うんですね。で、じゃあ右の側に理念があるかと言われると、まあ、オルトライトが言ってるようなですね、例えば、まあ、いわゆる白人だけのエスノステートの建設みたいなものとは、じゃあ理念と言えるかというと、それはまあ民主主義というものと対立する部分があるわけで、それはおそらく理念ではないだろうと。で、あるいは、まあ、トランプ大統領が言ってるようなですね、例えば、まあ、いわゆる経済的なナショナリズムみたいなものですね、あれがこう本当に理念と言えるかというと、あれもおそらく多くの人々を糾合するような理念にはならないんではないかということですね。おそらく求められているものっていうのは新しい理念なんだろうというふうに思うんですけども、それがどのような形で出てくるかというのはなかなか難しいところですよね。今おそらく、まあ、左も右も民主党も共和党も、いわゆるこう、まあ、人種主義であるとか、まあ、ナショナリズムであるとか、そういうものに陥らずに民主主義の根本部分を、まあ、なんとか損なわない形で多くの人々っていうのを糾合する理念というものがあるかどうかというところで、おそらくあがいているというような状態なんじゃないかと思うんですよね。それが見えてくれば、おそらく分断というのは克服されるでしょうし、新しい、まあ、政党の支持基盤みたいなものに築かれるかもしれないですけども、はい、はい、ありがとうございました。さあ、どうですか、皆さん何か質問があったら挙手していただければ、マイクでですね、じゃあ、もう一問だけ、じゃあ民主党の側でですね、やっぱり結局今最もおそらく人気があるのはサンダースの考え方だと思うんですけれども、でそれが先ほど共和党については5つの派で、きれいに説明していただいたんですけれども、民主党の中ではその、まあ、言うならいくつぐらい派があってですね、派閥があって考え方ので、具体的にはどういう人たちが代表しているのか、そして今現時点でトランプがいる今のアメリカで現時点で どういった派閥が一番力があるのかみたいなことをもうちょっとご説明していただければと思います。
まあ、おそらく大きく分けては3つだというふうに私は見ていて、民主党でもおそらくまあ最もまあ主流派というふうに言えるのはですね、まあ、ヒラリー・クリントンが主流派だというふうに言ってもいいと思うんですけど、いわゆるまあ大きな政府というものをまあ肯定する古典的な、まあ、なんていうかこういわゆるニューディール以降のリベラル路線の人々ですね、まあ、福祉であるとかですね、まあ、政府というのは社会とか経済というのはある程度介入することによって、まあ、なんていうかこう、まあ、社会問題であるとかっていうのに対処することによってまあ安定を築くというような、いわゆる大きな政府のリベラリズムの路線を取っている人々が一つにいてですね、もう一つはですけども、おそらく、まあ、いわゆるまあ文化的なアイデンティティ路線というのを追求するのは左派というのがいて、いわゆる、まあ、一種文化左翼というふうに言っていいのかもしれないですけども、そのらの人々というのは左にてですね、その最も左というのはおそらくですけども、その過激主義というものを封じ込めるのは、まあ、アンティファなんかそうだと思うんですけど、いわゆるこう、まあ、過激主義の影響力を封じ込めるためというのもこう暴力も辞さないというような過激な左派というのもおそらくいてですね、あれはどれに近いのかというと、おそらくブラックパンサーとかああいうのに近いような、まあ、人々なのかもしれないですけど、まあ、暴力の性を肯定するのは左派というのもいるというふうに思うんですけども、まあ、おそらく、まあ、そうですね、結局民主党の中の、まあ、路線の対立っていうのも、そのいわゆる大きな路線の、まあ、大きな政府のですね、従来的な路線と経済政策とか福祉とか重要視するような、いわゆる政策的な穏健派というのと、まあ、より文化的なアイデンティティの路線というのを、まあ、追求する人々というのが対立していて、まあ、どちらの路線で行くのがいいのかというのをめぐって、おそらくまあ分裂が起きているということだろうと私は見ているんですけども、はい、それじゃあどうですか。じゃあどうぞあの質問します。ありがとうございます。毎日新聞の小倉と言いますけれども、非常に単純 ですけれども、あの答えるのは難しい質問かもしれませんけれども、中間選挙の結果の予測と、はい、次の大統領選挙の、はい、結果を予測してもらえますか。はい、ですね、その質問が2016年ですね、ちょっと私痛い目に見たもとですから、まあ、専門家の方がおそらく痛い目にあった、まあ、あったんだろうというふうに思うんですけども、まあ、できる限りお答えいたしますと、なるべく誠実にお答えいたしたいと思いますが、ですね、まあ、中間選挙に関してはですね、まあ、おそらく下馬評というか、これまでのこう予測、まあ、私自体ではなくてよりまあ予測の専門家に近い人っていうのが、まあ、アメリカにはたくさんいるわけですけど、まあ、それらの人々の予測を見ている限りにおいては、まあ、共和党やや優位で、まあ推移しているかなというふうな気がいたします。ただまあ下院もですね、おそらくまあ20議席ぐらいどっちに転ぶか分からない議席があるというふうに、例えばクックとかですね、サバードというのが予測を出していまして、まあ、それらの議席次第でもありますけど、まあ、多数党の逆転というのもありえなくはないんだろうなというふうには思うんですね。ただまあおそらく下馬評を総合する形では、まあおそらくですけども、やっぱり多数党の答えまでいかないような予測の方が多いような気がいたしますね。お前が予測しろっていうふうに言われるとちょっと困るところはあるんですけれども、ただまあ余震はですね、分割政府の状態によっては多数党が交代して民主党が多数になったとしても、それが何らかの形でまあ政治的な解決を促すかと言われると、私はそのあたりは少し懐疑的でして、今共和党の統一政府の段階でもこんだけ政治は詰まってるわけですよね。これでおそらく民主党が多数党逆転してですね、政権は共和党 で議会は民主党というふうになったら、おそらく政治はより一層停滞、これ以上停滞するわけですよね。そうするとおそらくどうなるかというと、これはもう本当にゲスワークですけれども、例えばまあ大統領というのはですね、より強硬なその膠着状態の打開を目指してですね、それこそ北朝鮮たちなんか強硬な動きに出るとかって話になるかもしれないですし、必ずしもなんていうかこう多数とか交代することがですね、なんていうかこう今の膠着状態って打開するというふうには私には思えないところもあります。でまあ、与党引っ張りの法則というのがあって、中間選挙では必ず与党が負けるというふうに言われることが多いんですけれども、ここ20年ほどですけど、例えばこう投票のいわゆるこうボーターターンアウトを見ていくとですね、投票率自体では共和党の方がやや優位に推移しているところもありますし、まあ、共和党の方がまあ条件的には優位な部分というのもあるわけですね。で2017年に行われた補欠選挙を見ていくと、下院議員のですね、例えばこうカンザス4区とジョージアの6区とサウスカロライナの5区とモンタナというのは共和党全部下院の補欠選挙では制したわけですよね。やっぱり共和党の方が有利なのかと思ったら、バージニア州のエド・ギレスピーとかですね、アラバマ州のロイ・ムーアとか負けちゃったわけですね。それでやっぱりこうどち、まあ、必ずしも共和党優位の方に趨勢が傾いているわけではないんじゃないかというふうに何とも言えない部分があって、結構いろいろあの辺は面白くてですね、例えばこうバノン
と、まあ、なんかトランプ的ないわゆる候補者ないと選挙には勝てないとかっていう話だったのかもしれないですけど、例えばこうロイムは結局本選で負けちゃったわけで、例えばプライマリーの段階とかですね、例えばこう、まあ、トランピズム的な候補を立てたとしても本選でこう民主党の候補者までも一緒に入れてですね、選ぶっていうふうになると、例えばこうバノントランプ的な候補だとあまりにこっちに寄りすぎてるからやっぱダメだというふうな、まあ予備選挙では出ても本選では不利かもしれないですし、まあ、様々な要素をやっぱこう考慮に入れる必要があるだろうとは思いますが、中間選挙に関しては、まあ、本当に政治に答えると何とも言えないというところですが、まあ、下馬評の予測ではおそらくですけども、まあ、共和党の方がよりおそらく推移、まあ、優位に現在のところ推移しているという予測の方が私は多いのではないかというふうに見ております。はい、で、2020年ですか、何とも言えないですよね。まあ、今後のおそらく状態にも、まあ、何が起きるかということにもよるでしょうし、まあ、今は非常にこうダウの公表株を見ていても経済状態は非常によろしいですよね。まあ、雇用も非常に大きく生まれていますし、これがまあそのまま続いていくということになると、やっぱこうトランプ政権のおかげで経済が回復したということになって、少なくとも業績評価投票という面でいくと、まあ、経済的にはですね、あるいは規制緩和の効果がどう出るかということになりますけど、まあ、経済的にはやっぱトランプ政権で良かったということになれば、少なくともやっぱこう政策評価的にはプラスに働く面もあるかもしれませんし、あるいは突発的なテロが起きるとか、あるいは戦争が起きるとかということになってくると、それがどうなるかということにもなるとは思いますけど、ちょっとまだ2020年の結果を占いには少し早いかなというふうに私は思います。はい、はい、じゃあどうぞ。個人会員の、あ、はい、入ってますよ、大丈夫です、はいはい、個人会員の飯倉と申しますけれども、ちょっとアメリカの理念というところでですね、ちょっと私 の、 あの理解では、あの極めて確実的な理解なんですけど、アメリカの理念というのは、まあ、一つはあのオートノミーという民主主義、それから二つ目は人権、ヒューマンライト、それから三つ目がコントリビューション・トゥ・ザ・ソサイエティという、まあ、社会貢献的なものがですね、まあ、伝統的にあの戦後語られてきて、で、まあ、常にそれを意識してアメリカの国民はあの海外に対してもそういう目で見てるし、あと国内のマイノリティに対してもその権限、あの権利を拡大するような方向で来たと思うんですね。それで今その理念というのが、ただトランプ政権になって国連の問題とか、それから国内におけるそういう選挙の問題とか、いろんなところで、まあ、先ほどおっしゃったようにちょっと変わってきてるのかどうかっていうのが第一点なんですね。それからもう一つは、あの先ほどおっしゃったいろんな国内問題で、アメリカの選挙を見るといつでも国内問題では貧困と犯罪とドラッグと人口中絶とガンコントロールと、あのマイノリティの問題と移民と、それから環境の問題、まあ、そういうのがですね、常にあの争いの争点になって、まあ、共和と民主の間で、まあ、どっちにするかみたいな話で、まあ、国内問題としてはまあそういう問題がずっと続いてきて、そういうものについてもなんかちょっと変化が起きてきてるのか、でその背景にですね、ちょっと長くとまって申し訳ないですけど、アメリカの経済力との関係でその理念がぐらついてきてるのか、それからアメリカの人種構成が、昔はあの私がいた30年ぐらい前だったまだあのカラーの人は 20% ぐらいだったですけど、今3割になっていると。でホワイトとカラーの7対3の関係になって、そういうところがその背景としてあるのかどうか、そのあたりはどんなあの見方をされていらっしゃるのかなと教えていただければと思います。はい、ありがとうございます。ですね、どっちからお答えするのがいいですかね。ですね、そうですね、まあ、まず第一点からお答えするとですね、まあ、おそらく、まあ、ある程度の変化っていうのは私はあるのかなというふうに見ておりましてですね、まあ、例えば自由民主主義というのを考えたときにですね、その民主主義というものは、まあ、今ご指摘になられたような、まあ、なんていうかこう保障されている権利っていうのをこうその民主主義の範疇に当たる人々っていうのはこうあまりよく平等に、まあ、なんていうか付与するということは求められているわけですけれども、まあ、いわゆるなんていうかこうその、まあ、トランプを支持している人々っていうのはこう
まあ、ポピュリスティックな傾向が見られるというふうに言われたりもしますけれども、そのポピュリスティックな傾向が見られるというところのですね、一つの特徴というのは、その民主主義というものを享受する人々の幅というのをこう狭めるというようなことを考えている人々がいるのかもしれないと。要するに自由民主主義のうちのですね、この自由の部分をですね、一種不自由化というかですね、要するにこう自分たちは何ていうかこう幸せになりたいんだけれども、自分たちが享受する幸せっていうのを享受するに値しない人々っていうのがいてですね、そういう人々の何ていうかこうが自分たちと同じようなものを享受するっていうのはこう幅としては狭めて、まあいわゆる不自由民主主義みたいな感じですね。民主主義の不自由化みたいな傾向を持っている人々っていうのは、まあ全てのトランプ支持者がそうではないとは思うんですけど、おそらくまあ典型的なオルタナ右翼と言われるような人々っていうのはそのように考えてるわけですよね。まあ、その基準というのはどこにあるかというと、あれの場合はおそらく人種なんでしょうけども、特定の人種的な特徴を持っていない人々に対してその自由の幅というのは制限しても、まあ、一種言葉はあるかもしれません、踏みつけにしても仕方がないというような発想をしているのかもしれないですよね。で、2点目ということを考えていくとですね、まあ、おそらく今ご指摘になった点で結構なかなか鋭い点であってですね、まあ、人口構成の変化というのを見ていくと、まあ、2050年頃ってやっぱ白人というのはマイノリティになるというふうに言われていて、いわゆるこうマジョリティマイノリティというか、マイノリティマジョリティというか、これまでマイノリティと言われていた人々がマジョリティになって、マジョリティと言われた人々がマイノリティになる時代が来るというふうに言われているわけですね。で、共和党もですね、おそらくですけど、ここしばらくのなんていうかこう戦略としてはですね、そういう時代っていうのを見据えて、白人に訴えるだけでは勝てないはずだというのがこれまでの論調だったと思うんですね。2012年とか2008年の段階ですね、オバマ大統領があれほど勝ったわけで、このままでいくと白人に対してこう歓喜していくだけではやっぱ勝てないから考えなければいけないと言ったらですね、2016年にトランプ大統領がああいう形で出てきてですね、ああいう形で勝っちゃったわけですね。ということは、マイノリティマジョリティ、マジョリティマイノリティの段階が来るんであるとしても、プラン B があるじゃないかということはやっぱりこう与えてしまったような気がするんですよね。要するに、まあ、そういう人々にアピールしなくても勝てる勝ち方があるというようなことは、やっぱりこうまあなんていうか共和党の中に、まあ一種これまでのなんていうかこうまあそのマイノリティマジョリティ段階を踏まえて何ていうか新しい戦略を作るとかって、まあどっか行っちゃってですねっていうインパクトあったのかなという気が私はするんですけども、はい、それじゃあ、はい、じゃあ他の質問はいかがですか。どうですか大石さんあ、すみません、奥にいました、申し訳ありません、じゃあ野田さんか、はい、西日本新聞の論説委員の永田と申します。今日は本当興味深いお話ありがとうございます。一番最初に出てきましたですね、選挙化する統治、まあ、統治の選挙化ですね、これは非常になんかこう、統治というもこうことにおいては非常に由々しき問題であるという気がしまして、それはかなり安倍政権にも似たような部分があるんじゃないかなというふうな気がするんですけれども、この選挙統治の選挙化をですね、いかにしてこの防げるのか、防ぐための何かこうアイデアみたいなのがございましたら教えてください。ありがとうございます。まあそうですね、まあ、なぜそもそもだから選挙統治というのが選挙化しているのかということを考えていくとですね、まあ、一つはやっぱりまあ SNS の影響というのもあると思うんですね。まあ、SNS というのがこうやっぱりこう普及していくと、あれは基本的にですけど選挙って365日可能にするツールでもあるわけですね。もちろん統治に使うこともできますけれども、まあ、こうメディアの使われ方っていうのは変わっていくと、おそらくですけど統治と選挙のまあなんていうか区別っていうのはつきにくくなっていくというところがあって、じゃあ SNS の使用というのを気にすれば、じゃあ投資と選挙というのはきれいに分かれるかというと、おそらくそういう問題ではないとは思うんですけれども、これなかなか難しいですね。アメリカだけの問題ではなくて、確かにまあおそらく多くの国に共通する現象であることも確かだろうというふうに思うんですよね。要するにまあどこからどこまでは選挙であって、どこからどこまでは統治であるのかということは、まあ今は多くの国でおそらく峻別しがたい状態にはなっているんだろうというふうに思うんですけども、これなかなか難しいですね。一つの、まあ、別に防御策というわけではないんですが、一つのまあ原因としてなぜ選挙と、まあ、統治の区別がつきにくくなっているかというと、おそらくまあ SNS が統治の領域にも使われるようになったということがあってですね、
まあ、そもそもですけど、まあ、ロジックとして見ていった場合なんですけども、選挙っていうのは、まあ、一種切った張ったの世界だって何でもありの世界ですね。相手を貶めようが、相手のスキャンダルであろうが、叩けば、要するに自分の方に票が入ればいいわけですけど、統治の場合はそうはいかないですよね。相手を貶めるとかですね、相手を叩きのめすことはやっぱり目的ではなくて、やっぱり相手との間に円滑なこう関係を築くとかですね、場合によっては取引をするとか交渉するとかって形で、相手との間にこう交渉というか関係を築いていかなければいけないわけです。選挙はそれを期待されていないですね。交渉するとかっていうのも、相手を蹴落として自分が当選しなきゃいけないわけですから、要するに、まあ、選挙と統治の最も大きな差異っていうのは、選挙っていうのはおそらく差異を作るプロセスだと思うんですよね。お前と俺とは違うと、俺の方がいい候補者だから俺に票を入れてくれっていうのは選挙であって、統治の場合っていうのはお互い差はあるけど、まあ、手は握りましょうということをやっていかなければいけないわけですけど、要するにロジックが全然違うものですよね。それがまあ入り込んでくるというのは確かに問題なんですけども、どうすれば防げるかと言われると、なかなかそこは難しいところでありますが、はい、はい、では川崎さん。すみません、朝日新聞 OB の川崎です。西川先生がご存知でいらっしゃればと思ってお聞きするんですが、アメリカの政治を長く見てらして、トランプのような性格の人はいますか？あらゆる社会科学的分析を超えるのがトランプというキャラクターではないかと私は思うんですけれども、汚い言葉を使ったり嘘をついたり、まあ、さまざまなちょっと予測のできないことをするわけですけれども、ああいう言葉や行動というのは、例えば子どもたちが大統領を尊敬しなさいというときに、どのように捉えられるものでしょうか？アメリカの政治文化を変える何かこうきっかけになるようなものじゃないんでしょうか？そうですね、まあ、よく言われるのは、例えば、まあ、朝日新聞 の川崎さんに質問いただいたので、朝日新聞のことを答えるわけではないですが、まあ、朝日新聞のかなり記者が書かれたですね、ルポトランプ王国へ行くという本があって、あの中にはトラフィカントという下院議員のエピソードって紹介されていて、あれ極めてトランプに似ていると。で、下院議員のなんかレベルにおいて、トラフィカントの人はすでに出てきていて、あれ一つの前触れだったということが言われることがありますね。ですが、歴史的に見ていった場合、例えばトランプのような、まあ、置かれている条件がだいぶ違うだろうということもあるとは思いますけれども、似たような人がいるかと言われるとどうなんでしょうね。部分的に似た政策を取っているとか、似た特徴を持っているという人はいるかもしれないですけれども、例えば大統領で同じような人がいるかと言われると、なかなか難しいかもしれないです。そもそも全然行政経験がないということで、まあ、置かれている政治的なバックグラウンドというか、要するにまあですよね、政治の公職に就いたことないとかっていうことも含めてですけれども、まあ、やっぱり前例がない部分では確かにあるだろうなというふうに私は思いますけども、はい、はい、他にありませんか？はい、いや、じゃあどうぞ。はい、NHK の回遊でロンドンスクロービックのフックさんとポリティカルサイエンスのフォーラムの会長をしておりま す。今回のですね、このトランプのような人が出てきたということについてですね、ちょっとアメリカの大統領にとって異質のような感じもしてるんですが、トランプはこの国際政治に対する影響ね、これはトランプによって果たして進んだのか進まなかったのか、あるいはアメリカが没落してきたからトランプのような人が出たのか、あるいはトランプが出てさらにアメリカの没落を早めるのかというようなことについてお話を伺いたいと思います。なかなか難しいご質問ですね。まあ、アメリカの没落というのをどう捉えるかというのが、そもそも非常に難しいご質問かなというふうに思うんですけれども、それと関係があるかどうかは分かりませんけれども、一つはやっぱりこうなんていうか、まあ、トランプ大統領に対、トランプ大統領、オバマ前大統領に対する不満というのは一つあるかなというふうに思うんですよね。で、オバマ大統領のなんていうか、やっぱり基本的な姿勢というのは、まあ、オバマ大統領自体もやっぱりですね、アメリカの国力が落ちているということに関して、おそらくトランプ大統領以上に、まあ、かなり自覚的なに振る舞っていると思える部分があって、
でそれに対してですけど、まあ、オバマ前大統領のいわゆるオバマドクトリンというのを見ていってもですね、要するにこう世界の中で果たすべき役割は果たしていきたいけれども、できれば余計なことはしたくないと。でトラン、まあ、アメリカ主体的にそれを引き受ける覚悟はあるけれども、できればよそでやっていただいて、で我々が出ていくのはもう必要最低限になった時だというのがおそらくあのオバマ前大統領の姿勢だったと思うんですよね。でそう考えていくと、まあ、今のトランプ大統領の姿勢ってそれをさらに一歩進めたものというふうに言いますよね。余計なことは一切したくないと。で場合によっては世界がどうなってもいいけれども自分たちは責任を引き受けたくないと。それ回り回ればブーメランのように帰ってきますよって話になるわけですけども、それでも嫌だというようなところですね。そう考えていくと、やっぱりアメリカのなんかこう世界の中でのまあ一種役割の低下ということは、まあこの2つの政権を見ていくと、まあ何らかの話で反映されているような気はしますけれども、まあトランプ大統領になってからアメリカの没落は進んだのかと言われると、そこはなかなか難しいかもしれない。難しいですね。なんとも、はい、ちょっと難しいところではありますが、はい、はい、時間がだいぶ迫っていますが、他に何か質問いかがでしょうか。どうですか。あ、じゃあ、はい、上がりました。どうぞ。北海道新聞の黒田と言います。どうもありがとうございます。先ほど北朝鮮との関係についてもお話をお伺いし、していただきましたけれども、これ、まあ、実際にそのこういう、まあ、いろんな問題あるそのトランプ氏が実際にこう軍事攻撃に出るとかですね、あるいは、可能性とか、あるいはその、まあ、どういった要因があるとですね、そういったものに、軍事行使みたいなものに移るか、その辺のこう見通しというかお考えみたいなものを教えていただけますか。ですね、まあ、これは私自身の分析ではなくてですね、よく学術的に言われることですけども、アメリカの対外的な武力行使はどういう条件で行われやすいかということを研究している学者というのは何人かアメリカにおりまして、で、まあ、それらのですね、まあ、分析結果によると、最も武力行使が起きやすいのは実はねじれの要するに分割政府が起きているときに起きやすいということは言われていたりするんですよね。なぜかというと、まあ、共和党の大統領で民主党の議会であるとき、民主党の大統領というのは共和党の議会であるときというのは武力行使されているパターンというのがあって、それはなぜかというと、そのこう議会との間というのは齟齬が起きることが多くて、それをこう何らかの形で打開しようとして、まあ、武力の行使というのを打っているパターンというのがあるということなんですけど、今のところ見ていくと統一政府ですよね、であるから、まあ、それらの条件が正しいんであるとすると、まあ、そもそも条件は整っていないと。むしろさっき言ったようにこう多数党が交代したりすると余計危ない状態になるかもしれないですね。結局もう日中もさっちもいかなくなると。今でもただでさえ政治が膠着状態になっているのに、でさらに停滞するということになってくると、まあ、外に何らかの味ですね、こう大統領というのが打開策を求めて北朝鮮により強硬な手に策に打って出るということはあるかもしれないなというふうには思いますけれども、今のところでもなんかそんなになんていうかこう本当に武力行使が行われるのかというとどうなんでしょうかねという気もしますけども、もちろん一つ読めないのは北朝鮮側というのがどういう形で動くのかっても誰にもわからないことであって、まあ例えば北朝鮮側から何らかの大規模攻撃があるとかってもちろん反撃するでしょうから、それはもちろんということにはなるでしょうけれども、はい、はい、今の随分踏み込んだ答えだなと思うんですけども、私なんかいや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 、専門外なんで実は分からないというふうにお答えするのがいいんだろうと思うんですけど、ありがとうございます、はい、さあ他に何か質問ありますでしょうか。ないですか。それじゃあ西川先生、本当長い間ありがとうございました。いろいろ専門のこと、あるいは専門外のことも記者クラブですので、いろんな質問が出ましたけど、すべて真摯に答えていただいてありがとうございます。それでは最後にですね、あ、そうだ、最後にこの先生、これ希望というのをこれ記号されたんですけど、これは希望です、ね、ありがとうございます、はいですね、これは先生、はい、意味は趣旨はどんなご趣旨で、まあ、やっぱりどちらかというとトランプ政権になってから暗いニュースが多いような、まあ、メディアの論調もどちらかというと、まあ、なんかネガティブなものが多いかなというふうに思っておりますけれども、まあ、おそらく長期的には希望が見えてくるだろうというふうに私は信じているということで、はい、はい
はい、じゃあありがとうございます。で最後にですね、この記者クラブの方から、先生に御礼 の、はい、ネクタイをお渡したいと思います。どうぞ。ありがとうございます。はい、じゃあこれで会合終わります。